憧れてバラを加えて踊ってる地下の酒場のカルメンと今夜メトロでランデブーダークなスーツに着替えてボルサリーの追い気に決め生かす靴を履いた時に電話が俺を呼び止めた受話器の向こう側でボス声を震わせながらボスやばいことになっちまったトニーのやつがしくじったスタッガーリーは言うのさ今夜港で決着を立ち入り禁止の波止場の第三倉庫に8時半誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよしたコルトを取り出す俺の手が震えてるのは何も怖いわけじゃないさコルトは俺のパスポート黒くて硬いパスポートスタッガーリーの頭にこいつをぶち込んでやるさ私で港に着くとボスたちは青ざめていた怪しい気配に気づくと俺たちは囲まれていた暗闇からマシンガンがあざけるように火を吹いたボルサリーノは弾け飛びコンクリートにキスをした誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさちょっと遅れるかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよものの赤い血が空っぽの世界を染める薄れていく意識の中俺はカルメンと踊ったアンダルシアの青い空グラナダの歌が聞こえた誰か彼女に伝えてくれよホームの端で待ってるはずさかもしれないけれど必ず行くからそこで待ってろよ必ず行くからそこで待ってろよ